秋葉原駅います。今日はね4月の22日ということで、ちゃんとねなんだワイヤレスマスク、マスクじゃねえや、ワイヤレスマイクを使ってちょっと音声撮ってますけど、後ろ秋葉原駅なの分かりますよね。ということで、今日はね AKB48 劇場公演が当たりまして、行きます。で今日はなんだっけ、今日なんか誰に恋をする公演なんだっけ、その村山優里さんプロデュース公演の16人公演に当たりまして、でそれを見に行きます。初当選、そして、大森まほぴょんの生誕祭でもあるということで、非常に楽しみにしてました。一般枠当選ということでね、珍しいっすよね、なかなかない。そう、一般枠当選、そうありがたいっすね。で16人公演でもあるのでメンバーがめっちゃ豪華なんですよ。ゆいゆいいて、倉野選手いて、ズッキーいて、村山ゆりさんいて、で真帆エリーもいるでしょ。だから割と強いんですよね今日ね。てか何しろその16人だからこそ、普通にね、上下行っても物足りなさを感じないっていうのがめちゃめちゃでかいはず。そう、いや何年ぶりだろうなマジで、劇場公演で16人公演、AKB 劇場以外ではねもう16人公演、この HKT 行った時確か16人だったかな、とか NMB 10人かな。そう HKT で16人公演見たわみたいなありましたけど、普通に楽しみです。 AKB での16人公演はマジでコロナ前まで遡るから下手したら5年ぶりとかになると思いますよ。うん、いや非常に、でかい。あと瀬戸利的にもね、1曲目ロマイラなんでしょ、マジでひまわりセカンド見てた側なんで、オリジナル公演をひまわりセカンドオリジナル以来じゃない多分劇場公演のロマイラは。そう、それもちょっと楽しみだし、あとはねタブーの色、児玉春日と宮脇さくらちゃんのユニット曲ですけど、あれもユニットに入ってんでしょ。だからそこら辺がちょっと今日楽しみだなっていう曲とメンバーのお話でした。ということでちょっとね趣向を変えて Vlog もちょっと編集変えてみようということで、モザイクかかってると思いますけど一応風景を出そうという風なのが、まあ、最近の新しい試みであると、まあ、サッシーの、ね、Vlog でもちょっと風景出しましたけど、まあ、ちょっとこういう風にやっていこうかなという風に思います。前ねコメントでねそのサッシーの Vlog でいやコウさんてっきり小太りの中年のおじさんだと思ってましたみたいなコメント来てましたけど、まあ、こんな感じっすよ雰囲気。うん、はい、そんなこんなしてたらもう劇場到着、早いね、早かった。そうそうそう、まあそんな感じですね。あとピンポンチャレンジもねちょろっとやってみたいと思いますけど、今日は人気面が多いので16人もいるしね結構混んでると思うので、まあ早々に断念すると思います。入ればラッキーって感じ。はい、というわけでちょっと劇場上がっていきましょう。はい、というわけで劇場行ってきまして、チケットも発見してピンポンチャレンジもしてきまして、チケットが20番台でしたね、20番台。これが吉と出るか京都出るかということで、まあ2桁番台ばっかりで、最近のね直近4回で見ると10順以上ばっかり、まあそろそろ確率的には1桁順来てもおかしくないタイミングっちゃタイミングなんですよね。まあどうなるかというふうなところですね。やっぱり一時期良かったけど最近ちょっと抽選順も悪いみたいなムーブになってるんで、ちょっとそこら辺ね果たして今日どうなるかっていうのは一つ注目していただければなというふうに思います。そしてピンポン玉チャレンジですが、計18回分、合計だかける3で54回か54等分やりましたけど、まあダメでしたね。でもうなんか列が結構伸びてきちゃったんでもうちょっと断念。なんか今日はね割といけそうなね感じがしたんですけど、まあ、一説によるとそのコップが一回りちっちゃくなったみたいな話もなんかちらっと聞いたりもしてて、
なんかね、縁にはめっちゃ当たるんだけど、マジでね、入らなくなった。だからこれまたあの300回コースかな、みたいな感じもしたんで、まあまあまあ、ちょっと一旦ストップと。まあやっぱ50回ぐらいで入ればなあって感じですけど、もう全突破するならもうとにかくとことん入るまでやるっていうふうな、もう二択じゃないですかね。ある程度こう、こう予算を決めてやるのが一番いいんじゃないかなというふうに思いますけど。だって18回でも18枚写真があるってことは1枚500円だから、いや9000円も買ってんだよな。ちょっとしたじゃん。ちょっとしたすごい金遣いじゃん。それでもケースバイケースというか、まあ、お財布事情とご相談というふうな感じで、まあ、今回僕は、まあ、9000円で打ち止めというふうなところでした。あとはあの開演会場まで、抽選までまだ時間があるので、ちょっとブラーっとして時間潰して劇場戻りたいと思います。次お会いするのはきっとあの抽選終わって、劇場終わりの僕になると思いますので、それまで、お待ちください。どこかに忘れた書きかけシナリオ、もう一度始めから、簡単さ好きになるのは簡単さだけど、はい、というわけで、公演終わりまして、出てきました。六巡とかかな、六巡とかで、下手最前座りまして、久々の最前、そして久々の一桁順ということで、いやーもう何年かぶりの16人公演をですね、こんな最前で見れるなんてということで、最高でした。やっぱりね、近さに勝るもんはないから、 AKB 劇場公演においては。そうで、まあ本当に今日の公演は初見で見てたわけですけれども、総括先にしちゃうとね、その結構いいぞと、結構いいですよと。その瀬取り寄せ集め公演、その楽曲寄せ集め公演で、あんまりやっぱりその秋元康がその公演というパッケージで作ったものがね、やっぱり公演だろうというふうな部分ありますけど、なかなか寄せ集めというか楽曲をかき集めた公演の中では、まあ、非常にいい方の部類なんじゃないかなと。さすが村山由里さん、シアターの女神と呼ばれてるだけありますけれども、本当に良かったですね。あんまりね、あえて予習してなかったのよ。知ってる曲は知ってるけど、好きな曲はね、でもあえてその知らない曲をわざわざ予習してまで準備してこなくて見たわけで、それでこの感想だから割と出来がいいです。で、あとはやっぱりゆいゆいとか、くらのーちゃんとか、ズッキーとか、まあ、要はコーズガールズですよ。今思えばですよ、僕握手券の完売数の動画とか出してるからあれですけど、ナンバーワン、ナンバースリー、ナンバーフォーじゃないですか、 AKB の中でいや俺上位ランカーしか残ってないじゃんみたいなっていう風に思ったら、なんかユニット曲で、あ、ナンバーワンとナンバーツーだ、当店ナンバーワンとナンバーツーだみたいななんかユイユイとユイリーがね一緒に出てるユニットとかもあって、なんかそれを見て、あ、当店ナンバーワンだ、当店ナンバーツーだみたいな、なんかそんなのをちょっと脳内で知って楽しんでたりしました。はいいやでもね、本当に良かったです。で、公演のね、開演前にね、ちょうどその座った
隣とその隣の人とねちょっとお話ししてて談話して、あんまりね僕基本的に本当に一人でじーっと公園見てる人なんで、あんまりねその公園前とかにね知らない人と話しかけたりしないんですけど、お話ししたりして、お二人とも僕のこと知ってて、コーズアンダーグラウンドっていう YouTube やってるんですなんて言ったら、有名人じゃないですかみたいな、あざっすみたいなまあそんな感じの話がありました。で、あとはそのレス的なところで言うと、まあ、久々前でユイユイ見たっていうのもあって、ユイユイが一番レス強かったです。はい、やっぱ知られてるのでかいのもあるけど、普通にユイユイはいいレスしますねこれはレス評論家的にはかなりいいレスをします。はい、あとはなんだろうな、クラノーちゃんとかズッキーよりもなんかユイユイの方がなんか濃厚なレスをしてくれた感じがするな。すごい今評価が爆上がりしてますてかまあさすが当店ナンバーワンという感じだわ。そう、当店ナンバーワン。そう、やっぱ1番エースセンターっていうのにはやっぱり理由があります。理由ないことがないな。やっぱ人気はね理由があるわけ。そう、やっぱユイユイが人気の理由をねまた僕改めて、感じました。はい、まあ、そんな感じかな。いや非常にね高まりました。いい公演でした。ということで、新しいカメラで映像も良くなった秋葉原の夜の風景を見ながらお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。